皆さんこんにちは。本日4月4日火曜日です。大河くんは今日はいい子でおとなしくお昼寝してくれております。昨日はねガムクレガムクレでね慌ただしく騒がしかったけど、今日はお昼寝の時間だね。大河くんいい子、ようやく旅行の疲れも取れたかな。あれ、あ、起きちゃった。いい子って言ったら起きちゃった。あ、思い出したんだ。ちゃんと用意してあるよ。はい、どうぞどうぞ。大河くん、ガム食べて、やっぱり結局今日もガムか。大河くん今回ねダイエット企画第29弾スタートの動画になるんですけど、前回のね動画でもお伝えした通りちょっと遅れております。動画の投稿をしております。3月の31、4月の1日とね、旅行に行っていて、動画の撮影、編集、投稿がね、このダイエット企画のいつも月末月初に行っている投稿が遅れております。ご了承くださいませ。大河くんもね、ちょっとようやく疲れ取れたかな。昨日ものんびり過ごして、今日もなんだかのんびりしております。日向ぼっこして、お昼寝ばっかりしております。やっぱり少し時間かかるね。旅行から帰ってきて疲れが取れるまでね。私たちもようやく日常がスタートしたっていう感じはありますね。さて、前回のダイエット企画第28弾の結果発表でお伝えしようと思っていたことがすっかりね、忘れちゃってたの。この場を借りてお伝えさせていただきますね。第28弾の中間発表でお話ししていた膀胱炎問題。あの時になんだか今回も膀胱炎来てるような気がするっていうね、ちょっとわからないけどなんか怪しいなってお話ししてて、で結果発表の時にこのお話もできるんじゃないかなっていうことだったんですけど、それをねすっかりお話しするの忘れてた。なのでこの場を借りてお伝えさせていただきます。結果なんですけど、結局ねあれ膀胱炎でした。3月も来ました。2月が特にひどくて病院行ったんです。そして3月も来ました。やっぱりね膀胱炎だった。だけど2月ほどは辛くなかったんだよね。2月はね本当に辛くて、排尿痛、頻尿、そして何もしてない時も膀胱が痛い、お腹が痛いっていう状態で、もう鎮痛剤飲まないとね眠れないぐらい痛くって、それで病院行ったんです。で結局膀胱炎っていうことで抗生物質5日分出してもらって、処方してもらって飲んで治したんですけど、やっぱりね繰り返されるんですよね膀胱炎。3月もねなんか怪しい気がするって言ってたけど結局そうでした。でね、3月は2月ほどはね辛くなかったの。病院には行くほどのものではありませんでした。自然に治しました。今回は排尿痛、いつもの排尿痛と、あと頻尿ぐらいだったかな。排尿痛もね、2月のその病院にいた時の辛い時はもう本当に毎回顔をしかめるぐらい辛い痛さだったんですけど、今回はまあいつものよくある排尿痛なんですけど、排尿時、最後ですね、ツーンとするような痛み、不快感ぐらいかな。痛みっていう痛みではなかったです。ちょっとした不快感。あとは頻尿ですね。1、2時間でちょっとトイレに行きたくなるっていう、その程度でした。ただ長かったかな。完全に治るまで1週間ぐらいかかったかな。2月の時はね、もうほんと辛かったです。排尿痛もその顔しかめるぐらい痛かったし、頻尿もね、1、2時間でね、行きたい、トイレってトイレに駆け込むぐらいの行きたさ。そしてシャーッとたくさん出るんですよね。これどうなってるの？今までね、普段5時間、6時間とか行かない時のこと考えると、この量は何？っていうね、不思議さでした。あとはね、その常に痛いっていうね、膀胱痛ですね。排尿痛じゃなくて、排尿時でも何でもないのに痛いっていうね、膀胱痛、それもありました。それに比べたら全然へのかっぱっていう感じでしたね。なので病院は行かずに自然に治しました。流したっていう感じですね。尿と一緒に菌を流したっていう治療法でね、今回試したいことがあったんです。3月によくね言われている膀胱炎に効くと言われているクランベリージュースを飲んで、クランベリーの力で抗菌作用で
膀胱炎を菌をね押し流しちゃおうっていうよく言われてるんですよ。膀胱炎界隈では有名な話なんですが一番最初にお話聞いたのがアメリカの方ですね。 YouTube のお友達でアメリカ在住の方に、アメリカでは病院がね保険診療保険ではな保険がないので、アメリカでは診察代がすごく高いので、あんまりもう本当に極限まで病院には行かないと。なのでできるだけ自分で治すっていうね方法をアメリカでは行っていて、膀胱炎なんかもその一つで、病気っていう病気じゃないですもんね。自分でできれば自分で菌を流して治すっていうことで、それでクランベリージュースがね有名なんだそうです。最初クランベリージュースと思って、なかなか日本では馴染みないものですよね。クランベリーってね酸っぱいやつなのかな。そんな話をね聞いて、あクランベリージュースかと思って探して、コストコに売ってるみたいなので、じゃあ次回コストコ行った時に買おうかななんて、まあそこまでそんなにねうーん程度でした。そうなんだ程度。そしたらね、もう一人別のアメリカ在住の方も同じように私の動画をね、このダイエット企画で膀胱炎の話を聞いてしている動画を見て教えてくださって、あ2人から言われるなんてそれ本当に有名な話なんだなって。で検索したらクランベリージュースはいいってね日本でもよく言われているっていうのが分かりましたので、それでねコストコにねクランベリージュース買いに行ったんですけど、なんとね売ってなかったんです。残念でした。別の店舗に行けばあるのかな。コストコ自体もねそんなにしょっちゅう行くものではないので、月に1回もしくは1ヶ月半に1回ぐらいなので、またね次回ちょっと別の店舗、うちからだと2店舗行けるんですけど、別の店舗、もう1個の店舗、普段行ってないところね、そっちに行って探してみようかなと思います。それがなかったらオンラインショップかな、あとはもうコストコじゃないところで探す。ただねコストコじゃないところで探すの、スーパーとかドラッグストアちょっと気をつけて見てるんですけど、ないですね。クランベリージュースっていうのはね珍しいですもんね、あんまり聞かないもんね。なのでねその予防法、今月のね生理が来るときにはそのクランベリージュースの予防法を使えればいいかななんて思っておりますさあそういうことでね、前回お伝えし忘れていた膀胱炎のお話でした。それでは本題に戻りたいと思います。今回のダイエット企画第29弾、またね飲むだけダイエットです。体重体脂肪率を測定してあるものを飲んで痩せるかなっていうダイエットです。今日はそのスタート時の体重体脂肪率の測定を行おうと思うんですが、今回は自信ないです。きっとね50キロいっちゃってるんじゃないかな。体感がすごくよくわかる、お腹が出てる自信持って言うなって話なんですけど、まあ旅行もあったりとかしていろいろね暴飲暴食は自覚ございます。お腹も出ております。50キロいっちゃってるんじゃないかな。50キロいっちゃったらね、なんか別の方法を新しいこと始めないとって自分の中で決めていたんですけど、もしかしたらジムに通うことにもなるかもしれません。ちなみに1ヶ月ほど前の前回の飲むだけダイエットの結果発表、2月の末ですね、2月末1ヶ月前約ね1ヶ月前の体重は 49.9kg、 そして体脂肪率は 29.2% でした。これがねもう体重 49.9 ってあと 0.1kg で 100g で 50kg ですからね、これは間違いなくいっちゃってるんじゃないかな。体脂肪率も 29.2% で30目前でした。こちらをまずは計測して今月のダイエット企画スタートしようと思います。体重測定完了しました。今回のスタート時の体重はじゃじゃーん 51.2kg 来ました。 50.2 とかだったらわかるけど 51.2、これは衝撃的な数字です。見事に私史上、人生史上ただいまマックスの体重でございます。こんな 51.2 なんて初めてです。
今までで人生史上マックスはフィリピンのセブ島に住んでいる時に、やはりね、食生活とかちょっと乱れちゃって不節制して50キロ行ったことはありましたが、そこがマックスでした。そして日本に戻ってきて和食に戻ったら体重も戻ったんですけど、 51.2kg、 びっくりです。ちなみにコロナ禍になる前の体重が46ぐらいだったと思うんですね。なので5キロ太っております。この3年で5キロ太っております。自分に言い聞かせております。繰り返しお伝えしますが、びっくりですね。ちょっと衝撃で言葉が出ません。1ヶ月前の数値が 49.9kg でしたので、 1.3kg この1ヶ月で増えました。 51.2、 とうとう 50kg の大台に乗ってしまいました。ただですね、まだまだ希望は捨てておりません。というのも、次の体脂肪率を見ていただきたい。体脂肪率が 29.0% だったんですよ。1ヶ月前 49.9kg の時の体脂肪率が 29.2% だったんですね。なので、あら不思議、若干減ってる。体重が増えてるのに体脂肪率が若干減ってる。ほぼ同じなんですよね。どういうことなんだろう。体重は 1.3kg も増えているのに体脂肪率が 0.2% 減っていた。もしかして筋肉になったのかな、もしくは水分なのかな。若干ちょっと救われてますね。今ね、最後の悪あがきでこの体重測定する前にトイレもしてきたんですけど、どうなんだろう、そこまで深刻にならなくてもいいのかな、なんていい方にいい方に考えております。とりあえず最後まで見ていきます。内臓脂肪レベルが3、こちら変わんないですね。 1.3kg ぐらい増えたところで内臓脂肪レベルは一緒です。そして BMI は 20.8、 これはね、体重と身長の身長から来る計算で できる数値ですね。という結果でした。 51.2 はやばいですね。体脂肪率がそんなに変わっていないとはいえ、ちょっと衝撃的な数字でした。本当にね、50になったら何か始めなきゃいけないって、このね、自分でやることではなく何か新しいこと始めなきゃいけないっていうもの、こちらね、ちょっと季節も良くなってきたので何か始めようかな、これから考えます。とりあえずね、今月はもう考えている、すでにスタートしているダイエット企画ありますので、こちらを行っていこうと思います。またまたね、伸ばし伸ばしで申し訳ありません。毎回ね、2回に分けてお伝えしておりますが、このスタート時ね、次回の動画で何を飲むかの発表とさせていただきます。ちょっと暗くなっておりますが、今回も最後までお付き合いくださいませ。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。